下ちゃんです。全光が入るスタジオでレトロポートレイト撮影してフォトショップカラールックアップレタッチ。今回はこれをやります。じゃん。スタジオライティング LED 光だけで 55mm のソニーツワイスレンズを使って撮ってみたいと思います。モデルはミサちゃんです。はい、よろしく、よろしくお願いします。今回はミサさんをモデルに自然光が入る白い壁の小さなスタジオで硬い光と柔らかい光の2種類の LED 光を補助光にして撮影します。今ミサさんが見ているのは録画用カメラです。モニターを見ながら笑顔や表情のチェックをしています。この時のスタジオライティングセット図を紹介します。方角はこちら側が東、左側が南です。このように LED 光 AB で自然光を補っています。周りは白い壁です。天井は約4メートルほどの高さがあります。隠し味にスモークマシンを時々使います。換気のため扇風機や換気扇を回しています。それらの音や窓を全部開放していますので、外から軍用機の騒音が入ります。どうかお許しください。改めてこんにちは、写真家の高潔和義です。ボンジュールフォトチャンネルでは写真、カメラ、アートなどに関する番組を配信しています。皆さんの人生がもっと楽しくなり、写真文化向上にお役に立てば嬉しいです。番組を見ていただき、参考になるな、また見てみたいなと思われたら、ぜひチャンネル登録してくださいね。何よりも励みになります。床に白い布を敷いています。ミサさんにレトロワンピースを着てもらっています。今回は撮影した画像をフォトショップにあるカラールックアップ調整ツールを使って古いカメラで撮ったようなレトロフィルムレタッチをします。ぜひ最後までご覧くださいね。55mm レンズ F2 でシャッター速度125分の1、 ISO 感度500に設定して撮っています。被写界深度が大変浅いので、ミサさんが持つ花の位置の指示をしています。そのライトで顔は暗くなった。鼻の位置が顔付近に来るとライティングによっては顔が暗くなるケースがあります。そのことをこちらから伝えています。ミサさんが時々こちらを見るのはモニターで自分をチェックしているからなんですよ。またスタジオセット図にも書いてあったように、画面左側奥にテザー撮影用のモニターが置いてあります。撮影した瞬時の画像を私はチェックしながら撮っています。ミサさんも時々見ることがあります。こういうライン、こういうライン、こういうライン、そう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 、これこれこれ見とくで、めっちゃめっちゃ。モデル撮影をしていると、撮影しながらイメージに合った美しいポーズを発見することがありますよね。私は撮ったその瞬間にそのことをモデルさんに伝え連写しています。この場合のラインというのは、体がアルファベットの S の形に似たポーズのことを言っています。映画の中に出てくるような儚さの表現、それが今回の大まかなテーマです。今回はしゃがみながらいろんなポーズや手の仕草、顔の向き、体の向きだけで動いてもらっています。このポーズ、かなり腹筋を使います。制約された範囲内でのポーズですが、ミサさんはその点大変うまく表現しています。さすがです。感謝いたします。特に今回は目の表情一つで儚さを表現してもらうことになります。隠し味のスモークをふんだんに使います。スモークマシンを使う場合ですね、スモークの量、重いか軽いかという液体の選択、最も重要なのはそのスモークにスポットライトが当たっていることだと私は思っています。最後は向き合っての撮影です。そろそろ撮影は終了です。
ありがとうございました。ありがとうございました。これでスタジオの LED だけを使ったシューティングを終わります。はい、また見てください。では今回撮影したこの1枚を古いフィルムカメラで撮影したレトロなアフター画像にレタッチしていきましょう。55ミリレンズで撮ったこの画像をレタッチしていきます。はい、ポートレート、ポートレートを選びます。レタッチ法はたくさんあると思います。これは私の一つのやり方だとご理解ください。色温度は4100ローで撮ってるからできる技ですね。5100ケルにしました。詳細はスライダーの動きや各数値の設定をご覧ください。基本補正はこれで終わりです。次にカラーミキサよくやるのがですね、ここですね、ターゲット調整ツール、明るくしたい顔の部分をショートでコントロールします。では次にです、顔の明るさはターゲット調整ツールでコントロールできますが、他の色をこのショートで調整します。この画像の中には歯や鼻の色があります。それを今調整しています。なんていうかな、昔のフィルム風にしたいのでね、周りをちょっと焼き込みたいですから、ここで少しね周辺光量を落としていきます。周辺光量をこの時ね少し落としていきます。キャリブレーション、シャドウ、こんな変わらない、使うことないね。では開きます。はい、開かれていきました。ではこの JPEG 画像をレタッチしていきます。チャーリー・チャップリンのね、アラスカのゴールドラッシュという映画に出てくる映画の哀れみがこの写真をレタッチするイメージになっています。皆さん、チャールズ・チャップリンのゴールドラッシュのロールパンを物理に見立てたダンスをしながら好きな恋人を待つとシーンを覚えてますか？覚えてなかったらぜひ見てくださいね。あのシーン面白いですよ。でも結局待ってもその好きな女性は来なかったという、この子がそのチャールズ・チャップリンの顔になるわけです。来なかったという哀れみのね顔になるわけです。花束を用意してね、受け取る人がいないという、そういうイメージで作っていきます。どっかに私ね、そういう映画や音楽のワンシーンが浮かんでくるんですね。では今日のテーマであるカラールックアップ機能を使います。ここにあります、右下調整レイヤーの下から5番目、カラールックアップ、クリック、プロパティが選ばれました。でここにチェック 3D ラットファイルというところの左クリックをします。ずっとこれねフィルムが出てきますが、この画像を選ぶととてもファンタジーな写真になりますが、今回はそうじゃなくて哀れんだ映画のワンシーン、エッジ、そうこれはどうなのかな、キャンドルライトがありますね。あ、これいいね、キャンドルライト、これいいじゃないですか。他のやつ見ましょうか。グリーンでいきましょう。じゃあこれで、これを選びましたら次にここにレイヤーができますから、カラーを選びますね。カラーで、これを約 90% レイヤー2つありますから、カラールックアップのこの90、はい、OK、 これはこの消していいですね。はい、これをコントロール E で統合します。では、ここからゴールドラッシュという映画の、まあ、あれはね、モノクロ映画でしたけれども、それに近づけていくためのレタッチを、このニックコレクションのアナログエフェクトプロ2を使います。フィルムレタッチになります。クラシックカメラで撮った画像が、今、パターンがね、6つぐらい並んでいます。違うものを選びましょうか。ここに出てくるんですよ。どんなカメラで撮ったのかと。ヴィンテージカメラ。
これすごいね、フィルムレタッチにしたらね、少し不穏。友情感。アナログプロ2の詳細設定は、フォトショップ編集画面同様、右側のスライダー等で行います。ね、これなんか面白そうですね。適用量を多くして。はい。これで設定がほぼ終わりました。フレーム。はい。ここにフィルムストリップ。どれを選ぶか。まあ映画だからね。でも色あせた感じだから。これでもデジタルだから、こういうことができるんだ。はい。OK。OK をします。はい、右のレイヤーに今ニックコレクションの中のアナログカラーエフェクト2使ってフィルムにしたんですね。さあこれをどの程度重ねるか。カラーよりオーバーレイ、オーバーレイで重ねましょう。これは 86% にしましょう。ではこれをコントロール E で統合。ここからもう一度カメラローへ戻ります。でどこを見るかっていうとです、ここですね、プリセット。この中にですね、古い写真があります。基本補正に戻ります。どこが動いてるのかって、これ、こういう風に動いてるわけ。で、まあ、ここで微調整はできます。ハイライトはね、出したいんでね。コントラストを少し上げますね。ここは OK ですね。じゃあ、あとトーンカーブ見てみましょう。トーンカーブはもうほとんど変わってないね。カラーミキサー、ここ動いてないね。カラーグレーディング、ここだけだね。シャドウがやや暖色が選んでありますね。OK、押します。それで、これとこれを重ねたいときですね。保存し、これを保存してあるんですよ。ここに重ねてみましょう。これ上に重ねました。これが先ほどのものなんですが、どの程度重ねるか。ソフトライト。ここはソフトライトを選びます。透明度は 50%。これでコントロール E。Mac ならばコマンド E です。重ねて完成です。カラールックアップ機能を使ってオールドフィルムに仕上げたレタッチ完成です。今回撮影に使った 55mm ツワイスレンズについて述べたいと思います。ソニーの FE レンズ群の中では大変コクと深みのある発色にその特徴があると私は思います。私のお気に入りの単焦点レンズの一本でもあります。モデルのミサさん、スタジオ撮影モデルを大変ありがとうございました。撮影機材は記載の通りです。 BGM 音楽はそれぞれの動画やそのシーンに合わせて自分で作っています。皆さん最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録・高評価もお願いいたします。感想やボンジュールほどチャンネルでやってほしいことなどはコメント欄に書いてくださいね。コメント大歓迎です。今回はこれまで。次回動画配信をお楽しみに。ではまた。 See you again.